さて、第5期調査団の諸君、そろそろ時間だ。別れの言葉は必要ないな。この船に乗ったらもう後戻りはできない。もし覚悟が失われたのであれば、ここで引き返すことを進めよう。それではこれより新大陸に向け出航する。君たちに導きの青い星が輝かんことを。よう、もうすぐ新大陸に到着だな。あんたも準備完了。いよいよか。国を出てから長い旅だったな。あんた緊張してる？俺はそうだな、少し怖いけど楽しみ。ねえ、もしかしてあなた推薦組じゃない？奇遇、俺たちもなんだな。名前を教えてくれよ。はい、お近づきに。推薦組同士頑張ろうぜ。乾杯。交流はなんで新大陸に向かうんだろうな。あんたは新大陸に古竜の秘密があると思う？調査が始まって40年ぐらい経つんだとさ。ギルドは俺たち5機団の派遣で古竜あたりの謎が解明されるのを期待してるらしいぜ。そういえば推薦組って2人1組が原則らしいよ。あなたパートナーとはもう会った？わかりますか？さっき突然波の音が変わったんですよね。陸が近いからかな。あなた推薦組でしょ。よろしく。さっきの話ちょっとだけ聞こえたんです。はじめまして。何を隠そう、私も。
新大陸。いいだろう。天然の門構えをくぐったその先、ここが調査団の拠点、アステラだ。調査拠点、アステラ。五機団は全員到着している。お前たちが最後だ。これで手当てしたら大丈夫。おい、あんたたち。ちょっとごめんなさい。無事だったのね。大変だったな。あんたたちが見当たんなかったからヒヤヒヤしたんだ。よかった。探しに行こうかって話してたのよ。なんてことなかったです。おい、手伝ってくれ。ほら。じゃあ後でな。ここが流通エリア。俺たちはそう呼んでいる。人も物もこんなに。すごいだろう。調査するハンター、研究する学者、それを支える技術者、あらゆる人と物がここに集まるんだ。まさに調査団の中枢地さ。ちょっと待ってろよ。じいちゃん、連れてきたぞ。ここが食事場さ。よく頑張ったね。と、作戦会議の時間だな。行くか。はい。
の痕跡は。もしや、行ってみよう。やはり奴がいる。かなり気が立っているな。あの痕跡は何だ。あんなの今まで見たことがないぞ。まさかゾラマグダラオスの。少し調べていきたいが、ひとまずじいちゃんに報告だ。戻ろう。着いたぞ。ドラマグダラオスの痕跡じゃ。行くぞ。まさかここまで来れない。なんとボルボロスじゃ。帰りなさい。皆さん無事ですよ。安全な場所に隠れてもらってます。じゃあ迎えに行ってきます。キャンプで待っててください。君はもしかしてゴキ団か。もうそれだけの時間が経つのか。古竜の渡る時期がまた訪れたとか。私もハンターなんだ。一騎団の。よかったら話を聞かせてくれないか。場所を変えよう。
そうか。皆に変わりはないか。よかった。学者先生たちの熱意も相変わらずだな。ところで君はあのモンスターを追っているのか。私もだ。痕跡をたどれば真実にたどり着くと思っている。そろそろ行くよ。この近くに私のキャンプがある。君たちも自由に使ってくれて構わない。それと皆に伝えてくれないか。心配はいらないと。私はこのまま導かれるに任せて進むつもりだ。もし君も導かれたのなら、全てを超えた先でまた会おう。今の方は。見たんだ。ジラトドスじゃない。あいつがボルボロスを。急げ、時間がないぞ。気をつけろ。気合い入れろよ。ああ守備は特艦ですか。いけるか。よろしくな。炎の印にかけますぜ。ほら手を動かせよ。やってるな。先輩、そうして。どうだ。朝までには必ず。頼もしい。いざという時頼りにしている。夜明けとともに作戦開始だ。
長丁場になりそうだな、じいちゃん。日暮れまでには終わらせるぞ。作戦開始。やれやれ、どっちかな。行ってみましょう。you
うですか？いい場所。見てください。このままじゃキャンプの設営は無理です。よし、これで無事キャンプを建てられますね。たち、あなたは？そりゃそうよね。あんたたち行ったら倒れていたし。あたしは一騎団のものよ。あん時は危なかったわね。もしかして私たちを助けてくれた？本当にありがとうございました。無事でよかったわ。あんたたち5期団でしょ？うん。こんなところで何してるの？実は ゾラマグダラオスの痕跡か。探してみるよ。私はこの谷をずっと調べていてね、ようやくいろいろ分かってきたの。二人ともここでたくさんのものを見てきてちょうだい。次に会った時はあんたたちの意見を聞かせてほしいね。はい、わかりました。じゃあまた。いい眺めですね。あ、玉竜。気持ちよさそう。正気の谷の底ってどんなところなんですか？わからない。見つけた事実は積み重なるけど、現状の真実にはまだ届かない。
マグダラオスはどうしてそんな場所を目指しているんだろう。この世には知りたいことが多いわね。私も知りたいこと、食べたいものだらけです。降りましょう。はい。だけど、やっぱり。降りるのは無理ね。ここは谷の底のはず。これより先に行き場はないのに、ゾラ・マグダラオスは一体どこに？二手に分かれて探してみましょう。よしよし、怪我がなくてよかったわ。ありがとう。隠れてやり過ごそうかと思っていたけど、おかげで助かったわ。ほら、メソを書くのはおよし。約束通り谷のいろんな顔を見てきてくれたんだろ。聞こうじゃない、どんな場所だと感じた？正気の谷とは、おそらくモンスターたちの墓場。この地域一帯は墓場を中心とする巨大な生態系の姿です。ついておいで。そう、正気の谷とは墓場。モンスターは死を察して谷を目指す。屍が養分となり、オカサンゴの大地がそれを得る。こうして生まれた命は育ち、海、また谷で死ぬ。見事な生態系だね。こんなに大規模なものは見たことがないよ。はい、
だけど不思議に思わないかい？何をでしょう。これほど巨大な生態系、一体どんなモンスターが養分となったんだろう。古竜がなぜ海を渡るのか、もう分かったね。もしかしてここは古竜の死に場所だ。ゾラマグダラオスは死を迎えるためにここに来た。はずなんだけど、痕跡だけを残して肝心のやつがどこにもいない。彼はエネルギーをためながら進んでいました。そんな状態で一体どこに。わからない。あ、だがこの地に古くから住む竜人たちなら知ってるかもしれない。彼らの話を聞きに行ってごらん。ほら、命が降るよ。私にあと300年寿命があったらね。そしたらこの目で命の移ろいを見れたかもしれないのに。じゃあ、あとは任せたよ。私はまだここにいる。ここでもう少し命の成り立ちを探していくよ。痕跡はここで途切れていますね。竜人、
それでは作戦を説明する。地脈はこれより先地中深くへと続いている。ゾラ・マグダラウスは間もなく地脈を進み現れるだろう。ここより奥に進んでしまったらもう手出しができない。その前にこいつで食い止めよう。この激流層で奴を迎え撃ち進路を変更して外界に逃がすんだ。そのためにマグダラオスの勢いを止めなくてはならない。奴の体力を減らし歩みを緩めてくれ。そして今一つ、おそらく今回もネルギガンテがやってくるだろう。奴が場を乱した場合撃退は任せた。作戦の成否はお前たちにかかっている。頼りにしているぞ。偵察を頼む。奴が現れたら合図を。来たぞ。行くぞ。あるものは全て使え。周囲を強さに観察しろ。想像力だ。体のみならず頭を使え。よし。じいちゃん、よし帰るぞ。
岡さん後の大地で亜種が見つかるとはな。亜種が出現する条件なんてそう簡単には揃わない。学者先生たちも言ってたよ。それにしても素晴らしい状態の亜種だ。よほど栄養豊富な地で育ったのだろう。そこなら心当たりがあるな。大団長、やっと帰ったか。お前たちの活躍っぷりを見てたぞ。よくやったな。見ていたなら手伝ってくれてもよかっただろう。なーに、信じていたからな。それより見てくれ。これをどこで。あのでかい古竜を迎撃した場所からさらに奥地があった。そこにゴロゴロしてたぞ。なんてすごい、強いエネルギーのようなものを感じますね。やっぱりな。こいつは一連の事象に関係ありそうな予感がするな。今からそれを調査に行くぞ。誰か行きたい奴はいないか。おい、一番生きのいいのは。ええ、うん、よーし、お前たち現地集合。あの回廊で待っているぞ。俺は先に行っているからな。遅刻厳禁。頑張れ。頑張れよ。すごいよな。はい、ここにはさっきの結晶がゴロゴロしてやがるんだ。あんなに大きなものまで一体どうやって。そいつは分からんが、あれの影響か。ここは命のエネルギーに満ちている。そのせいであらゆるモンスターどもがやたらと強い。大団長、ずっと気になっていたことがあります。どうした。ゾラマグダラオスはどうして谷で眠らず回廊に迷い込んだんでしょうか。もしかしてこの地に惹かれて。どうだろうな。だが手がかりはあるぞ。ネルギガンテだ。ネルギガンテはいつもマグダラオスと共に現れました。その彼がここに来たのも何か理由があるのかもしれません。やつだけじゃない。強いモンスターがこの地に集まり救っていることも確かだ。まずはそいつらの痕跡をたどれ。ここで何が起こっているのかを探り出すぞ。はい。そうと決まれば早速準備だ。
事だったな。古竜を喰らう古竜か。面白いやつだったな。はい。そんなモンスターがいるだなんて、新大陸に来るまで思いもしませんでした。やつは膨大なエネルギーを求めてここにやってきた。言ってみりゃこの地を乱した一本の矢だな。なるほど。異物が排除された今、古竜たちの動きも収まるだろう。本当によくやった。じゃあ戻るか。どうした？はい、気になることが。そもそもどうしてここはこんなにもエネルギーに満ちているのでしょうか。古竜を集め救わせるほどのエネルギーが自然に発生するとは思えないんです。これは
本当に行くんですか？大丈夫だ。では。こんな場所、よく見つけたな。ゾラ・マグダロースが地形を変えたおかげだ。死した古竜は正気の谷で分解され、地脈を通って蓄積し結晶化する。竜結晶の地はその集大成だと。だがここ数年でエネルギーの流れが強くなるのを感じていた。なるほどね。何か異常なことが起こっているに違いない。この奥だ。おお、こいつは驚いた。これこそが長年かけて結晶化した古竜の生体エネルギーだ。しかしまさかこれほどまでに巨大だとは。これはこの純度、まさかこいつが。はっ、それでさ。総司令、目を覚ましました。また落ちたんだって。あんたってほんとよく落ちるし、よく寝るよな。気がついたか。君たちのおかげで我々の任務は達成された。ギルドにはすでに報告の船を出している。
じきに古流調査の任務を解かれるだろう。皆長きにわたりご苦労だった。今宵は存分に疲れを癒そう。祝宴だ。やり遂げましたね、私たち。ゾラマグダラオスから飛び降りた時はどうなることかと思ったけど、私、新大陸に来てよかったです。おばさま、ちょっと挨拶に、おいで。いいかな、君のおかげで助かった。ありがとう。面白いやつばかりだな。優秀で個性的で信念があって皆が好き勝手やっているようだが、いざという時の結束力は固い。彼らとならどんな苦境も越えられる気がするんだ。他者の生体エネルギーを集めて孵化する。そんな存在が新大陸にいたとはな。奴はより大きなエネルギーを得るために老齢の古竜を呼び寄せていたのかもしれない。もしかすると一種のフェロモンのようなものかもな。こうして大きな養分が苗床となり、長年かけて強靭なモンスターが育っていった。流血症の地に古竜が現れたのも同じ理由だろう。何にせよあんなモンスターが外へ出たら何もかもが危ういところだった。本当にご苦労さんだったな。いいんだ、君が持っていてくれ。みんな集まってくれ。ギルドより返書が届いた。古竜渡りの解明実に見事。貴殿らの報告を受け、ギルドはかの古竜を完全新種と認定し、ゼノジーバと名付けることを正式に決定した。これにて古竜調査の任務を完了とし、貴殿らの帰還を要請する。長きにわたる調査ご苦労であった。しかし新大陸での調査は非常に有意義なものである。もし調査続行の意思があらば、その旨検討してほしいとのことだ。この地に残り新たな調査を行うことはさらなる苦難の始まりでもある。さて希望者はいるかな。よし、これより新たな任務を遂行する。そうと決まれば英気を養わないと。
来ましたね。待っていましたよ。これからもよろしくお願いします。さあ行きましょう。新大陸へ。